酒井、話がある。お主の年の頃、わしは次の長尾忠頼と言われておった。先生ならば当然でしょう。政治を抜かすな。腕がいいだけだ。先生には感謝しております。かつてわしは鍛錬に明け暮れ、家族を持ついとまもなくてな、巴を後継ぎにしたかったが、あやつの所業は許せなかった。お察しします。わしは弓に生涯を捧げ、弓はわしの名を世に広めた。だが弓は所詮武具よ。家族を持てばよかった。先生、わしのようになるな。クロードに飲まれてはならんぞ。巴は神館におる。猛虎を率いて名声を得ようと駆け回っておるわ。ならば必ず捕らえましょう。捕らえて始末をつけねばな。よし、あれは何だ。猛虎の小勢、皆殺しだ。犯人は背負いられておる。今日疲れたのか。丸焼けだ。冷やを使ったな。これは日本の矢。叔父上の陛下。犯人は島の者だ。おそらく集団。先生ならば話は別だが。ご無礼をいたしました。俺に忍び寄るのは進めんぞ。ここの猛虎を殺した者のお仲間かと。その方は侍で、年老いた弓取りでした。石川先生だ。どこにおる。確か1日か2日で我が家に戻るはずです。そなたの家に飯も暖もありますので。何の御用か存じませんが、下級のご様子でした。巴の足取りがつかめたのか。家はどこだ。この近く。じきに吹雪くので、まず私の罠を調べ、それからお連れします。よし、共に行こう。名は何と。松と申します。先生から何か聞いたのか。いいえ、何も。無口なお方なので。相変わらずか。まさかお侍にお会いできるなんて。戦は思わぬ縁を生むな。これを機にぜひともお伺いしたいことが。申してみろ。人の生き死にを左右できるお力を得られて、どのようなご気分。戦の最中、死に向かい合うと時は遅くなり、耳ざとくなる。敵の息遣いも、葉を撫でる風も聞こえ、そして色も鮮やかさを増し、鋭く美しくなる。それは意外なお答えでした。あれ、私の罠です。すぐに調べろ。先生が立ってしまう。ああ、体仕掛け直します。そなた狩りをしてはどうだ。狩りだなんて私にはとても。では餌を変えてみろ。そのつもりはありません。餌は何だ。獲物をその気にさせるだけ。それは愉快。男でも釣る気か。次を見に行きましょう。
北の暮らしは辛そうだな。どこも同じ。私は南から逃れてきました。連れは？父も母も幼い頃に。以来一人で生きています。あなたは立派なお生まれでしょう。志村殿の甥だ。志村？まさかあなたが噂のクロード？でももののけのごとき背の丈だったはず。そういう話もあるが、もののけは人に化けて里に降りるとも聞くぞ。そんなものがいるわけないじゃないですか。でしょ？それに男前は人と決まってます。なるほどな。うまく化けられたようだ。獲物が取られる。追い払ってください。早く。任せろ。飢えておるな。お主ら、どうか見逃してください。人の獲物だろう。お許しを。ひもじくてついもう何日も木の皮しか食っとらんのです。持っていけ。ありがとうございます。逃がしたのですか、獲物まで。飢えた島民だ。敵ではない。噂とは別人のようです。全てが誠ではないぞ。じきに空が荒れる。罠は残りいくつだ？あと一つ。でも少し遠くに。通ってばかりで失礼でしょうが、クロードと呼ばれるお気持ちは？たやすくはないが、自ら決めた道だ。迷いや悔いはありますか？無論だ。だが猛虎を撃つためならば受け入れよう。先生が立つ前にそなたの家へ急ぐぞ。最後の罠はもう少し先にあります。あれです。何か取れてるかも。ああ、よかった。獲物取れたのだな。これで飢え死にせずに済みそうです。何を見ておる？本土、猛虎も戦もない地。あそこなら生き直せる。本土へ渡れたとしたら何をする？京都で小さな宿を開きたい。琴でも習って雅な着物を着た人たちが止めどなく泊まりに来て、下男が金を巻き上げる。京都が大騒ぎになるな。吹雪そうだ。行こう。先生がお待ちでしょうからね。ひどく吹雪いてきました。どうか離れずに。それならば俺の後ろに乗ってはどうだ。今なんと？気にするな。急げ。あれを、猛虎が家の近くに。始末する。下がれ。したがるはずですね。家はどこだ？この近く。さあ、ここです。お入りください。お優しい方だと思いましたが、先の戦いではまるで。島のためなら鬼にもなろう。私たちは
辛い過去を背負い、心に闇を抱えています。そうでなければ生きられない。先生も似たようなことをおっしゃったが、お前が言うと自然に聞こえるな、トモエ。先生曰く、私は敵を見くびる癖があると。俺を殺そうとしなかったな、なぜだ。猛虎に裏切られたの。技を盗まれた挙句に捨てられたか。抗っては見たものの、旧兵を全て倒すなど無理だった。つまり助太刀がいるのだな。だが我らで十分。どこが狙われるか知りたいでしょ。三人で奇襲を仕掛け打ち滅ぼせば私の気も晴れる。先生のお気持ちを聞かねば。ジン、止まっていってよ。いや、トモエ、すまんな。酒井、酒井、守備はどうだ。知らせがあります。北の城郭で巴と話しました。猛虎に裏切られたそうです。目の前におってなぜ生かしておいたのだ。旧兵が先陣を敷いております。巴は共に一掃したいと。隙をついてわしらの首を跳ねるつもりかもしれん。殺そうと思えばいつでも私を射抜けました。あやつを信じて報われた試しなどないがな。信じておりません。なれど我らも巴も助力を必要としています。乗ってやるとするか、肩をつけてやる。あれが味方ですよ。酒井、巴から知らせが。あやつに会うぞ。次に狙われる場所も時も教えるそうだ。本当のことを言うでしょうか。すぐにわかる。良いか、一つの過ちも許されんぞ。心得ております。行こう。行き先は。麦谷の北、捨てられた賭場で待っておるらしい。奇襲には格好の場所。理はこちらにある。あやつは猛虎に裏切られ窮地におるでな。窮祖は猫を噛むと言います。窮祖など恐るるに足らん。あやつにできることは二つ。助力を仰ぐか、牙を剥くかだ。巴を知った今どう思う。旧兵を一掃できるならば試す価値はある。己の命を落とすな。城郭では無事でした。あの場にわしがおれば結果は違ったぞ。待ち伏せでなければ話を聞き、企てが誠なら手を組みます。書物はその後に。民を殺した報い受けてもらわねばな。何か聞くおつもりですか。巴と話すことなどあれやせん。寝返ったわけは、あの日からずっと普通なのでしょう。わしに背を向けたのだ。話してなどやるものか。もうすぐだ、気を抜くな。ここからは歩くぞ。ダメ、敵が隠れておるやもしれん。
が飛ば。敵はいません。見えぬだけ。止まれ。右手にある岩、あそこに身を隠す。お主は。私が殺すつもりなら、とうにやっておりますよ。あいやつ。こっちに来て。ここで待っておれ。私も共に。抜かるなよ。先生、ジン。愛も変わらずいい度胸だな。教わるまでもなかったことです。旧兵が攻めてくるそうだな。時と場所は。ウムギダニ、すでに向かってる。なぜ教える？ハーンへの仕返し、私が旧兵を言います。加勢しなければ村は蹂躙されるということか。信用できんな。構いません。高みの見物でもします。しまった、もう米つけていたか。巴、待ち。巴は応戦しておりました。芝居だ。油断させるためのな。そんなに私に殺されたいのなら、望み通り行ってあげましょうか。やめよ。このままでは村が危ない。すぐに立たねば。そうだな。だが巴、妙な動きをしたらその場で切り捨てるぞ。二人とも早く。ウムギダニを救ったとてお前の罪は消えんぞ。技を教えたのは脅されたから。ではなぜ中山砦で島の者を殺した？拷問を受けてたから。私が人思いに殺してあげたら、猛虎に気に入られた。生き延びたこと謝らないよ。猛虎の番兵、私がやる。Ready? Shoot! Go! 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 お前の近道は分かるか？我らの姿を見られたら旧兵に用心されます。確かに街道は避けましょう。腹を突っ切るぞ。どうやって赤島の野営を？お前の手下に襲われ後を追ったのだ。手を出すなと命じたのに、野営を増やすつもりでしたから。手下に感謝せねばな。串につく頃には旧兵は手に負えなくなり、命令も無視された。援軍だ。数が多い。行くぞ。
そこならば休めそうだ。巴、屈指でお主が猛虎といた姿を見たという女がおったぞ。生きたまま焼いた女だ。私がいたのではありません。だがお前が鍛えた旧兵だ。私はいつもいたずらに人を殺すなと命じてた。こっち、かがんで。猛虎は多勢であるな。私を追っている。負けてなかった。さようなことは早う言え。それはご無礼を。夜まで待ちましょう。闇に乗じ活路を見出す。村が襲われぬか。いえ、まず旧兵を置き村の出入りを固める。殺しはそれから。少し休め。俺が見張ろう。日が沈んだ。行くぞ。巴、先に行け。我らが続く。後ろから刺すつもりでしょ。敵がお前に気づいたら我らが身を隠し切る。いざ。離れないで。巴から目を離すでないぞ。先生、聞こえてますよ。知るか。物見がおるな。ジン、一人お願い。私はもう一人を。まだ来よるか。身を隠せ。カンヤガトモディックボスニグメテクヨ。ダーゴロフ、ナッデボソドン、エンデソノルセレムステバ。イサムナヨ、サカイ。先生、よく狙って。先生、高落としの技で二人仕留めましたね。見てたか。お前は構えを変えたな。右腕を下げたことで矢を放つときに。ほう、よう考えたの。これはどうにもできないね。ここで戦えば旧兵に気づかれる。村に着く前に襲われるぞ。それは避けねば。酒井、どう見る。私が先陣を、後ろは任せます。私の旧兵。奴らは攻撃されたと分かれば村に戻る。牢城に持ち込まれてしまう。民が犠牲になるぞ。荷車に樽がある。後ろに回り込めば火矢一本で片付く。いればこちらの居所が知れる。林から狙えるか。遠すぎるね。近寄ってみる。犯した罪を償わせてほしい。よし。信じるか。信じるのは巴の復讐心。なかなか足取りがつかめぬわけだ。教えの賜物ですね。まあな、備えろ。今だ。あっ、
最後だな。まずまずの出来だ。トモエはどこです？知らん。怪我でもしたか？トモエ！戦のしまいにはあの道のそばにおったが。村へと続く道です。まさか退却した猛虎をおったか？そうかもしれません。周平を殺したところで巴の罪は消え、復讐は果たしました。狙いはそれだけか？最後まで戦ったのは邪魔な敵を一掃するためでしょう。それは分かった。では麦谷には何が？村には野党とならず者しかおりません。そうか、仲立ちだ。島から出るため船が欲しいのだ。そこもと。どうされました？女が通らなかったか？一人浜の方へ行きましたが。急ぐぞ。思えびたばかりおったか？ですが麦谷を救いました。あやつは追われておった。わしらは本土へ渡る道を開いてやったわけ。常に先を越されますね。だがまだあやつを止められるぞ。先生。石川先生とは強く憎み合いましたが、ブッダの教え通り最大の敵は最高の師匠なのでしょう。稽古の日々感謝してます。そして最後に手を取り合って戦ったこともあなたの弟子であり娘である道もありました。しかし我が弓は対馬に置いていきます。今の私は放たれた矢、行き着く先は分かりません。あとは吹く風に任せます。終わったな。京都に着けるかもしれません。ああ、巴なら着けるであろうな。戦は終わっておりません。島を取り戻さねば。わしからお主に教えられることはあと一つだ。約束しろ。わしと同じ鉄を踏むなよ。肝に銘じておきましょう。心配は無用だ。